ヴィッセル神戸の吉田貴之監督、45、が3日、オンライン取材に応じ、今季の目標について、やるからにはタイトルを目指す。昨年は、残留争いをし、メンバーもレギュラークラス、小林優、小林友、豪華、小田、牧野、イークララが抜けてどうなんだという声があると思うが、やるからには自分たちはタイトルを目標にやっていきたいと、19年度天皇杯に、続く、タイトル獲得を掲げた。システムは4から2から3から1がメインだったが、従来の選手のポジションを含め、あくまで選手の特徴を生かすことを優先とした上で、吉田監督は、変える、可能性もあるし、やったことがないことにトライしたいと説明。松本戦ではシーズンに向けた、新たな挑戦も行う。